ワイルドです。こんにちは、マシャギです。今回はトグワグルドロイドです。懐中化2枚、電光石火2枚、錬金2枚、ファンネルケーキ2枚、デブツワークプロジェクト2枚、コールドトゥース鉱山の確保2枚、活力2枚、月明かりの導き1枚、命を束なし者の贈り物1枚、野生の反問2枚、歌詞の召喚2枚、最高サイコメロン2枚、グーツシドリアン1枚、ローゼブ1枚、野生の心のガフ1枚、アザリナソウルシーフ1枚、キングトグワグル1枚、ジラックスデラックス30001枚、アビアナ1枚、命を束なし者のイオナ1枚。という構成、これは、ゼンゼロさんかな。今月レジェンド上位に到達したというトグワグルドロイドです。で、デッキの特徴は、懐かしのトグワグル、アザリナコンボで身代金をコピーして相手のデッキ使い続けることができるドルイドで、ブームのバクバクアクラン会のカードはグーツシドリアンが入っていて、これ出して最高最高メロン使えば最大4枚コピーできるし、単純にコールドトゥース鉱山の確保イオナドローして再度手札いっぱいになるまでカード引くっていう動きでも強いと思います。ドリアンで悪さする構成のドルイド、まだプレイしてなかったんで試してみたいと思います。それではプレイの方をどうぞ。おマグニー VS マグニー、活力いいか、歌詞の召喚もいい。生物学、まあいっか。あとサイコメロン欲しいな。炎鉱石火、サイコメロン待ちだね。コールドトゥース、あー。ありか。僕が来ちゃった。で、手札いっぱい。終わったよ。ああどうなるどうなる。ああ。十分強いかこれでも。ハイキングクラッシュ。あんた。俺の知恵は心弱き者には。お、ドリアン来た。ああ、来すぎ。レナ、それ、入らんだ。アザリナまで来ちゃった。アビアナあれば何とかなるか。怪獣か。圧力、パスカル。ミーシャ。ああ。これで錬金でいいのか。君はこの人形使いの駒にすぎない。これでアビアナかな。そうだね。お。これでももういいか、交換しちゃっていいか。これ引いちゃった方がいいか。自然の美。あ、でもロゼブ消えちゃうか。アビアナ出さなくてよかったな。種はまかれた。あ、つまん。あ、でも危な。危なかった。これでいっか。とりあえずこれで。あ、でもそれ使うとボードやばいぞ。ああ強かった。はい、首振りマルガリス。あっちの方ができなくなるの早いかも、これ。お、これはいいかも。レナ、それ、ハイランダか。生物学いいね。2マナで使おうか。電光石火いいね。いやー、これ最高メロンしかないな。デッキの底だな。まあ、トップで来ないからいいんだけど。アイコメロンか。まあいい。
ゴマナまで待っていいかな。次でいいかな。まあ、一応いけそうだったけどな。あ、そういうの。ガフ。ドン。あ、そっか。溢れちゃう。いや。で、最も高いでいっか。マナクリ満タン。あ、こうしとく。はい。あんま。あ、虫。あ、そっか。まあ、この手札だとそうなるか。当てる。あちゃっち。東西市。ハムシ燃える。で、これでいくか。まあ、穴加速にしとくか。で、5を出しといて。まあ、これは振るか。バルゲラス。あ、いいの。冥界使うわけじゃないんか。買おう。いや、俺もそうした方がいいんかな。バイロ。まあいいか。冥界で。さよなら。ホイドコーラいなくなっちゃう。あーあーああ、返して。悪魔感知。パネルケーキ。あ。俺の DK 盗まれたかも。プラニでいっか。はい。なんかやった。DK だ。怪獣か。贈り物。流出でいい。ここは取っときたくて、これもいっか。なんかあんまり使う感じでもない。これもアルガイスに打っとくか。こんなマナ加速してどうすんの。休眠。一応こっち行ってでもあったのか。そうするとまた復活するけど、まあそんなにかでも。おお。まあない。まあ、とりあえず全体3点。
あ、いいね。やりようがいくらでもありすぎるのも困ったもんだな。マールガイスか。まあ、とりあえず。お、デムが。アッシーなんか出る。多分ろくなカードないよね、もう。あ、なになに。なにそれは。まあ、とりあえずいっか。6枚状況。まあ、とりあえず持っとく。持つだけ持っとく。ネムシーないここはやってくれた。はい、ということで、トクワグルドロイドでした。グーグス氏ドリアンから、コールドトゥース鉱山の確保や、最高最高メラン、買ってめちゃくちゃやるって動きできたんでよかったと思います。久しぶりに、トクワグルアザリナコンボを使えて楽しかったです。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、お願いします。